元キンプリヘイヤ仕様が明かす、ピアスを開けたきっかけとその意味。元キング・アンドスのメンバーであり、現在も幅広い活動を展開するヘイヤ仕様が、自身のインスタグラムストーリーズでファンの質問にぶっち開けた回答をした。その中で、彼が小学1ケラ2年の頃に耳に穴を開けてピアスをつけていたことが明らかになった。 この記事では、ヒラの仕様のピアスに関するエピソードについて探求し、ピアスが彼にとって何を意味するのかを考察する。ヒラの仕様は、ファンからの質問に率直に答えることで知られており、17日のインスタグラムストーリーズでもそれが発揮された。ファンからの、ピアスはいつから開けてるのという質問に、対し彼は小1、二くらいだよ。確か。 と答えたこの回答により、平野が非常に若い頃からピアスをしていたことが分かった。過去のインタビューで明かされているように、平野は小学2年生の頃からダンスを習い始めていた。この時期にピアスをしていたことからも、彼の芸能活動の初期段階からファッションやスタイルに対する関心が高かったことが伺える。平野のピアスに対する姿勢は、 彼のジョークセンスとも関連している。ストーリーズでは別のファンから、シオ君と同じ場所にピアス開けようか迷っている。という相談が寄せられた。これに対し、平野は、やめとき、お揃いになっちゃうよ。とジョークで返信した。彼のユーモアセンスとファンとの交流を通じて、平野の個性的な魅力が浮かび上がってくる。 ピアスはファッションアイテムとしてだけでなく個人のアイデンティティや表現手段としても重要な役割を果たすことがある。平野が両耳にピアスをしていることは彼自身のスタイルや個性を強調する手段の一つであると言える。彼のピアスは彼が追求するスタイルの一部として定着しておりファンからの指示も受けている。 平野ノシが小学1ケラ2年の頃からピアスをしていたことが明らかになった。このエピソードを通じて彼が幼い頃からファッションやスタイルに対する関心を持っていたことが伺える。また彼のピアスは彼の個性やスタイルを表現するための重要な要素であり、ファンからも支持されていることが分かった。平野ノシのピアスは 彼の魅力と個性を一層際立たせるものであり、彼の芸能活動における重要なアイコンと言えるだろう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。